はいどうも皆さんこんにちは、シャンロンです。ということで今回なんですけど、チャプター3シーズン1もね、もう残り1日で終わっちゃうんですけど、皆さんね、バトルパス買いました？ほとんどの人がバトルパス買ってると思うんですけど、中にはね、バトルパス、買ってない子もね、いるんじゃないかってことで、ちょっと今回はね、もう本当にシーズン終わる直前なんですけど、キッズたちにバトルパスをね、配っていこうかなと。思います。嫌がらせをしてるんじゃなくて、最終日にバトルパス、さすがに嬉しくない説みたいな。バトルパス持ってない人探して、ちょっと送っていこうかなと。ということで、早速やっていきましょう。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんで、よかったら皆さん、クリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。こんな朝からやってんの？あ、はい。え、もう春休み？今日ない。ああ、ないんだ。なるほどね。バトルパス持ってる？持ってます。ああ、持ってんのか。まあ、持ってるよな。何歳？6歳。え？ 6 歳？ない。あ、13歳です。なんで？いや、めっちゃ嘘つくやん。聞きたいんだけどさ、今シーズン残り1日じゃん。明日で終わるの。そうそう、明日で終わるんだけど、君ってバトルパス持ってる？持ってない。え？バトルパス持ってないの？うん。今日はもう休み？うん、休みなんだ。何時に起きたの今日？今もう8時前だけど。まあ6残り。ちょっと待ってね。え、多分今フレンドになったばっかだよね。なんか、うん、多分。はぁ、マジか。まあもう、うん、あと1日で結局終わっちゃうんだけどさ、まあ、バトルパス持ってない人にちょっとギフトしようと思ったんだよ。君とフレンドになったばっかで送れないんだよね。あ、俺もだ。次のシーズンのバトルパスください。うん、そうだね。次のシーズンのバトルパスじゃああげるわ。ありがとうございます。君ってさ、バトルパス持ってる？持ってます。バトルパス持ってる？今は持ってる。バトルパス持ってる？持ってますよ。持ってるか。ちょっとバトルパス持ってない人探しててさ。あ、持ってないっす。え、持ってないの？明日へって人は持ってます。いや、でも俺フレンド、今なっても送れないんだよね、これ。聞こえる？こんにちは。マツコデラックスさ、バトルパス持ってる？持ってないっす。持ってない？はい。この人と、秋ボンボンと、うん、9時ぐらいから、うん、一緒にイチゴ狩りを行こうっていう。イチゴ狩り？はい。かわいいな。いいね。俺も連れてって、それ。イチゴ、ダメ？イチゴ狩り、俺。え？え？いいよって。待って、やばいんだけど。どうした？え、バトルパス来た。やば。届いちゃった？やった、シャンロン。やばいやばい。やば。ありがとうございます。え、マツコデラックス、嬉しい？めっちゃ嬉しいっすよ。ああ、よかったわ。まあさすがに1日前にバトルパスもらっても嬉しくないんじゃないかなって思って、思ったんだけど、普通に嬉しい？普通に嬉しいっすよ。あ、よかったわ。残り30レベル頑張ろうぜ、今日で。あ、カイト、バトルパス持ってる？はい。急ぎんちゃく。はい。まあ、シーズン残りあと1日で終わるやん。はい。バトルパス持ってる？持ってます。聞きたいことあるんだけどさ、スライム、バトルパス持ってる？持ってます。ああ、持ってるか。バトルパス持ってる？持ってます。持ってるか。来てくれ。ん？消えた？招待送ったらフレンド切られた。嘘、そんなことある？来た。ああ、りょうた、ちょっとさ、聞きたいことあるんだけど、いい？はい。りょうたってさ、バトルパス持ってる？持ってないです。持ってないの？はい、買えないんで。あー、そうなんだ。お気に入り？はい。
お気に入りの、他にさ、2番目にお気に入りのやつ見せてよ。そっか。はい。りょうた何歳？11です。あ、11なんだ。俺のこと知ってる？え？俺のこと、俺誰かわかる？わかんないです。なんでフレンドなの俺これ。君が俺に送ってきたんじゃなくてフレンド。じゃあ俺のこと知らないんだったらさ、なんかいきなり変な人招待してきて怖ーみたいになってる今。なってるな。ありがとうございます。届いた？はい、ありがとうございます。まあ1日前だけどね。マジでどうやってフレンドになったの？多分クリエだと思います。あ、そういうことか。おはよう。聞きます。あー、聞こえた。一つ聞きたいことあるんだけどいい？はい。ビールはさ、はい、バトルパスって持ってる？いや、持ってないです。買ってないの？はい、もうあれ課金とかダメだから、うん、あー、そうなの？はい、もうギフトとかもらわないようにしてます。ギフトもらうのもダメなの？いや、もうあれ友達とかと交換しないようにしてます。ギフトもらうと怒られんの？もうあれダメってなってるから。そっか、怒られちゃうのか。いや、君にさ、俺バトルパスあげようと思ったんだけどさ、怒られちゃう？はい、多分ダメと思いますね。たまたまくれたっていうのもダメかな？多分ダメ。はい、そうか。ちょっとあげたいんだけどね俺。ああ、でもこれ勝手にあげちゃうと君怒られちゃうでしょ？はい、しようか。まあでもどうする？ギフトとかはもう大丈夫です。ギフトとか？なんか悲しいなそれ。なんかごめんね、逆に。はい。じゃあ一回対マンしよう。はい、そうしよう。そうだね、結構課金とかには厳しいんだね。すいません、ちょっと用事が今あれ、ちょっとし、一回ゲームやめないといけないからちょっとやめてしまいます。あー、オッケー。じゃあまた今度やろう。はい、じゃあね、バイバイ、ありがとうね、はい。めっちゃ送りたいけど、でも俺が勝手に送ったら怒られんのはあの子だからな。まあこんな感じかな。まあちょっと今回ね、まあ結構俺いろんな人に聞き回ったんだけどね、みんな持ってるわ、やっぱもう一日前だし。ということで、まあ皆さんね、もうこの動画上がってる頃には多分シーズンももう変わる頃だと思うので、新しいねシーズン皆さん楽しんでください。ということで終わります。はい。